50ヤードぐらいのアプローチが中途半端でうまく打てませんというご質問いただきました。おそらく50ヤードぐらいとか40とかが打てない原因としては、なんとなくフルショットの打ち方で打つ70とか60ヤードぐらいはいいのですが、なんとなくこう自分の感覚でアプローチっていう感覚とフルショットっていうのの間になってしまいますので、どうしてもうまく打てないのではないかと思います。で、そのためにもあまりとにかくコックとかもあまり考えず、体の回転を意識して回転だけでこのように運んでいるような形で50ぐらいを打っていただくと良いと思います。で、注意点はこの右手首の角度が固定されたまま体のこの向きだけを使って打ってあげる。で、自発的な自分でのこうクラブを立てたりというよりは、体のこういう右から左への動きだけで打つような意識が大切だと思います。で、今打ったのがサンドで、サンドウェッジだと意外とボールが飛ばないっていう人は、逆にアプローチやピーや9番などでも構いませんので、まあ、これ52度で今打ってみますが、このように回転だけで打っていただくとボールも意外と上がりやすいですので、自分に合った番手で打ちやすいもので最初は始めていただければ。ピッチングだとピッチングが9番で打ってもボールが止まらないような感じがしますが、ちゃんと体で弾かずに体で打ってあげると、弾道は少しだんだん低くなりますが、意外とクラブがちゃんと入ればボールも止まってくれますので、これも9番ですが、このように意外とボールが先に行って止まってくれやすくなりますので、どれで打ってもなるべく体の回転のみで、あまり手首とか腕を上げたりっていう動作をしないで、なるべく体の回転のみで打ってあげて、ボールをこのように拾ってあげて打ってあげるとうまくいきやすくなりますので、中途半端な50とかで迷っている方はなるべく、で、注意点はやはり右手の角度がキープされていないと、クラブを弾いたりすると結局バランスが崩れてしまいますので、なるべく手首を固定、右手首を固定しながら体の向きを一定にして打つっていうことを心がけて打ってみてください。